1544年、エロスと共に描かれた、ダナエ、120センチメートル172センチメートル、国立カポディモンテ美術館1553年の1554年、国立カポディモンテ美術館所蔵の作品からエロスが、辞女に変更され、乗客部を覆っていた布がなくなっている。129センチメートル180センチメートル、 プラド美術館1553年から1554年、プラド美術館の作品と、人物像は、ほぼ同じだが、画面左の犬が描かれていない。エルミタージュ美術館1564年、ティツヤィーノ工房作と言われ、プラド美術館所蔵の作品に描かれた犬の代わりに、ピンクの花が描かれている。美術史美術館、ダナエワルネサンス期ベネツィア派の巨匠ティツヤーノベチェッリオが、 描いた一連の絵画。ギリシア神話の登場人物棚絵をモチーフとして、少なくとも5点の作品が描かれたとされ、現在知られているのは、イタリアナポリの国立カポディモンテ美術館、スペインマドリードのプラド美術館、ロシアサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館、オーストリアウィーンの美術史美術館にそれぞれ所蔵されている4点の絵画である。 古代ローマの詩人、オビディウスの著作、愛の歌によれば、ダナエは、自身が産む息子が、ダナエの父を殺害するという神託を受けたため、地下室に遊兵された。この神託を知っていたにもかかわらず、ダナエは、黄金の雨に身を変えた、オリュンポスの主神ゼウスに誘惑され、男児を見こもった。ダナエの最初のバージョンは1544年から1546年に、 描かれ、現在ナポリの国立カポディモンテ美術館が所蔵している。その後ティツィアーノは芸術家のパトロンとしても有名なスペイン王フェリッペ2世の求めに応じてダナエを2点制作した。フェリッペ2世の宮廷画家だったディエゴ・ベラスケスもイタリアを訪れていた時にティツィアーノの作品を目にしている。構成はどのバージョンもほとんど同じだが子犬が描かれていたり、 ダナエ以外の描かれている人物が異なるなどの際は存在する。どのバージョンでもダナエは官能的な美女で足が開かれ、さらに左足が軽く曲げられたポーズが強調されて描かれている。ティツヤーノのダナエはレンブラント、バンダイク、さらにはクリムトに大きな影響を与えた作品であり、彼らは後に独自のダナエを描いている。ジョルジョ・バザーリによれば、 ミケランジェロが現在プラド美術館所蔵のダナエを目にしており、この作品でのティーツィアーノの色彩感覚を称賛したが、後にティーツィアーノのデッサン力について批判的な言動を取ったとされている。プラド美術館所蔵のダナエは、スペイン王フェリペ2世の依頼でティーツィアーノが描いたボエジアという総称で知られるギリシア神話を題材とした作品群の一部である。 当時、オビディウスの詩によって知られていたダナエに関するギリシア神話のエピソードは次のようなものである。アルゴス王アクリシオスが男児を授かるかどうかの信託を受けたところ、王自身は男児に恵まれないが、娘のダナエが息子を産み、そしてその息子にアクリシオスは殺されるという予言が下った。この信託を恐れたアクリシオスは男性が近づかないようにダナエを 地下室に遊兵する。ダナエは自身の息子が不王を殺害するという信託を知っていたが黄金の雨に化身したゼウスに誘惑され男児を妊娠してしまった。ダナエが男児ペルセウスを出産したことを知ったアクリシオスは自身の孫ペルセウスがゼウス人の子供であることを無視して母子を箱に閉じ込めて海へと流してしまう。母子が閉じ込められた箱は セリーポス島に漂着し、ペルセウスはその島のディクティウスによって育てられた。その後成長したペルセウスは、事故とはいえ神託通りに、アクリシオスを殺害することになる。アクリシオスの死因については文献によって様々な説がある。古代ローマ時代の著作家アポロドーロスの作品とも、言われる、ビブリオ提携によれば、 神託の内容をペルセウスが知ったことが分かると、ペルセウスを恐れたアクリシオスは、テッサリアへと亡命した。テッサリアでは、ラリサオ・テウタミデスが亡くなった父のための追悼競技大会を開催しており、その競技大会の円盤投げ競技に出場した、ペルセウスが投擲した円盤の軌道が逸れて、観客席のアクリシオスに命中し、即死したとされている。 中世からアルネサンス期を通じてダナエは上流階級の堕落の象徴であり、女性美や道徳を汚す存在とみなされていた。また、古代ギリシアのある稽古家は、ダナエとゼウスのエピソードについて、次のように書き残している。オリンポスの主神ゼウスが黄金の雨となって、ダナエの元を訪れ、ゼウスの誘惑に屈した結果ダナエは身ごもった。 ダナエが遊兵されていた聖堂で囲まれた部屋に、忍び込んだゼウスが、ダナエの純血を奪ったということは、ゼウスがダナエを黄金で買ったと同義である。このエピソードは、すべてのものを上回る黄金の価値が、聖堂の壁や漆黒を無効化することを意味する。黄金は、いかなる束縛からも解放する能力、あらゆる城前をこじ開ける力を持ち、 自分を軽蔑している女性をもひれ伏させることができる。ダナエも黄金の力の前に屈服した女性であり、金さえあれば、恋人を得るために愛と美の女神アプロディーテに祈りを捧げる必要はない。中世からアルネサンス期にかけて表現された他のダナエと同様、ティツィアーノもダナエを高級娼婦のような、豊満な女性として表現しているが、顔は、 ベネツィアの淑女のような美しい表情で描かれている。1544年から1546年に描かれた国立カポディモンテ美術館所像のダナエと1553年から1554年に描かれたプラド美術館所像のダナエを比較すると、後年に描かれたプラド美術館のバージョンの型に、 よりダナエが堕落している様子が様々な描写で表現されている。それはとどろく雷雲、ダナエの完全な裸体、左に描かれた宝刀を象徴する、丸まった犬、金貨として描かれた黄金の雨に顔だけ振り向いている。エロスの代わりに黄金の雨に向かって体ごと乗り出す老女が描かれているなどである。プラド美術館に展示されているティツヤーノの絵画、左からダナエ。 ビーナスの軍船、バッカス祭、イ、ビーナスとアドニスどの作品でもダナエは全裸か、それに近い格好で、膝を立てて、カウチに横たわった姿で描かれている。エロスか年老いた次女が、画面右側に配置され、次女は、空から降り注ぐゼウスが決心した金貨を集めようとして、布を広げている。画面左側にはインテリアが描かれており、プラド美術館所蔵の、ダナエでは、 暖色系で、官能的な茶色とピンク色で縁取りされた紫色のベルベットとなっている。一方画面右側は対照的な寒色系の灰色と青色で彩色されている。国立カポディモンテ美術館所蔵のバージョンでは、画面中央に配された黒雲から降り注ぐ、棚絵が凝視するゼウスの化身である金貨と共に激しい雨が描かれている。 プラド美術館所蔵のバージョンでは、国立カポディモンテ美術館のバージョンに描かれていた、エロスに代わって、美しいダナエとは、対照的な、年老いた次女が描かれている。緑灰色の老女の肌は、青白いダナエの肌とは、正反対の配色がなされている。ダナエの口元は、凶楽的に半ば開き、金貨の雨は、国立カポディモンテ美術館の ダナエに比べて量が多く激しい表現がされており、ベッドシーツや枕のシワの表現などがより奔放な筆使いで描かれている。一連のダナエは人目を奪う肉感的な感能表現が赤裸々に描かれているが、ティーツヤーノは高級娼婦や肉欲といったモチーフを古代ギリシア神話の世界に固くして表現している。ティーツヤーノと同時代のイタリア人文筆家、 詩人で、ティツヤーノがその肖像画を描いているピエトロ・アレティーノは、対話集で、棚への首筋や胸は素晴らしい。あの総胸は諸女を堕落させ、殉教者たちですら慎み深い僧服を脱ぎ捨てる、ことだろうとしている。ミケランジェロとバザーリが、当時ティツヤーノが、バチカン宮殿のベルベデレ庭園に構えていた、工房を訪れた時に、 現在プラド美術館に所蔵されているバージョンのダナエの制作過程を目にした。その場ではミケランジェロはティーツィアーノの色使いに賞賛の言葉を送ったが、後に非公式であるもののティーツィアーノのデッサン力と構成力に対して疑問を呈している。18世紀後半から19世紀初頭にかけて活躍したイギリス人画家ジェームス・ノース・コートがバザーリが記録していた。 ミケランジェロの言葉を再録している。ティツヤーノは高貴な魂の持ち主かもしれない。優れた技法と迫真性に満ちた表現力を兼ね備えている。しかし、現在の彼は画面構成に対する知識は欠落して実物から目を背けてしまっており、間違いを正すことも素晴らしい作品を描こうという努力も見られない。 確実に言えることはティツヤーノが古代ギリシア時代の最高の芸術作品から学んでいないということで、古代の芸術作品に見られるモデルの内面の美しさや完全性を表現する手法をあらゆる点において理解していない。現在の芸術家は目の前の対象物をそのままコピーすることしかできず、それ以上のものを表現できる芸術家はほとんどいない。 バザーリが残したこれらのミケランジェロの言葉をそのまま受け取ることはできない。バザーリの考えでは絵画においてデッサン力こそが最も必要な要素であり、色使いはその次に評価されるべきものだった。自身のこの信念を広く知らしめるためにバザーリがミケランジェロの言葉を捏造した可能性も捨てきれないのである。プラド美術館所蔵のダナエは スペイン王フェリペ2世の依頼で、ティツヤーノがギリシア神話を題材に描いた、ポエジアと呼ばれる7点の絵画の一部である。ポエジアには以下の絵画が含まれる。ありがとうございます。